エブソンがつく。どうだ、フィニッシュまでいけるか。シュートを打ってくるか。ゴールキーパー清水ナイスセーブ。よく飛びましたね。いや、反応が鋭かったこのゴールキーパーの清水。さあ、よりロッとこう変化をつけてきました。大本から中にボールを送っていく。ヘディング、クロスが入ってくる。どうか、こぼれている。シシーナのシュート、よくからありましたね。エブソン、エブソン最後ブロックをしました。3点目が入れば決定的という場面でした。さあ、フィニッシュまでいけるか、イブスキー。さあ、ボールを流してシュートに行く。ふわっとしたボールだが、これはどうだ、クリアしていく、サルキー。いやー、これは落ち着いて優しいボールでボールに蹴り込んでいったんですが、誰でしたか、わしたの。岡村ですね。岡村ですね、岡村選手ですね。岡村のクリアでしたね。前を向けるか、コースを見てシュートを放っていった。清水がナイスセーブ。清水ナイスセーブでしたね。はい、しかしこの高木義明の右足も素晴らしいものがありました。その前のやっぱりボールの取り方が良かったですよね。そうですね。さあ、高井だ。高井が狙いすます、シュート、清水。さらにはどうか、エブソンが駆け出したか。このシーンご覧いただきます。ここでですよね。ここで、はい、抜け出してエブソンかわされて、高井持っていきます。持っていっての最後シュート。しかしこれ清水健太ナイスセーブ。岡田が詰めていきましたが、最後はリオンジがかき出していきました。このままカバーに入るんですよね、リオンジ。さあ、今度は高橋のシュート。清水ナイスセーブ。いや、今のは高橋俊太の素晴らしいシュート。素晴らしいシュートですよ。ファーサイドの角に行ってましたからね。このシーンご覧いただきます。ハーフボレーで、はい、完全に枠に行っていました。清水健太がかき出していきました。さあ、中にえぐっていこうというところ。中にボールを出して、このセンチョシュートまで持っていけるか。シュート打っていく、ブロック。最初のブロックを見せた松原。いや、今は金沢、この11番の杉浦、フリーになってのシュートでした。高木選手と松原選手、うまくシュートコースにしましたよね。浜崎が上げた、今、阪神枠は捉えた林良平のヘディングですが、シーズン11ゴール目はなりません。セーブは清水健太。そして清水選手のナイスセーブ。ビッグチャンスは前半これで3つ目です。うまく合いましたけどね。出していって、さあ、この尾長が仕掛けようというところ。さあ、どうだ、シュート決まったか。どこバー、まだ弾く。いやー、これはビッグチャンス。よく守った。そして弾かれてしまった。お互いあのポストへの反応がすごかったですね。すごかったですね。これはもうビッグチャンスの長崎。縦のボール、さあ、落としてシュートまでいけるか。後藤、後藤が持ってシュートになっていく。ナイスセーブ、清水。いやー、清水よく弾いた今のは。ビッグセーブを見せました清水。しかしその前のシュート、後藤が絶妙のこのパスですよ、ね、そうなんです。伊庭が、アランがこれについていって、さあ、ここからシュートになっていくか。どうだ、おっと、ポストに跳ね返ったが、これははじき返しました。タヌキ、もう一度右から。さあ、このボールはトラックした。あーっと、ポスト直撃。いやまあ、佐藤選手のヘディングシュートも素晴らしかったですけどね、はい、体を投げ出してね。また清水選手ですか、よく反応しましたね。よく回りましたね、はい、坂田が上がってきた。亀川、そして中へ、ダンクヘディング。ナイスセーブを見せました。スーパーセーブですね。スーパーセーブの清水。岡村がついていく。さあ、面白いところにボールが上がっていく。さあ、ここはフィニッシュまでいけるか。シュート打っていく。決まったか、ゴールか。いや、これは入っていない。ああ、当たってますね。はい、アランのすごいカバーリングですね、これね。
藤が逆回転のボールを入れてくる。ヘディングシュート、ここはキーパー清水のファインセーブ。いいボールが入りました。いやそうですね、キーパーも指先でもうなんとかボール触ったという感じでしたね。日本人があるいは直接狙ってきました。キーパー、ここは清水ビッグセーブ。ここもいいセーブがありました。今日2つ目、2ゴールを挙げています。グランダーのボールを入った。どうかこれは足を出して、清水セーブ、渡りのシュート。アレックス、そして岡村も対応。アベンさんですね、ここいいボール入ったんですよね。シュタイヤのボール、うまく最後して最後。まあでも戦い方は最初から、うん、いいね、これ打っていく。後ろから本田でしょうか。まあこの辺余裕がありますよね。田村かわしてシュートまでフィニッシュ。ゆっかんとキーパー、よく入ってきました清水。いや今もう小山津がボールを持ってスーッと田村が上がってきて、田村ボールを持った瞬間にもうシュートまでイメージがありました。そうですね、流れてしまった、うん、藤田から、うんと川原はキーパー正面、決定機を作りました愛媛です。川原のところにボールが転げまして、強いシュートを打ったんですが、キーパー清水の、まあ、お腹で飛びましたね今ね。近藤です。藤田が行く、藤田のミドルシュート、うん、なぜ決まらない藤田。まあ、1人の選手が入るだけでこれだけ、ね、ボールの回しが変わるっていうことですよね、サッカーっていうのはね、はい、ヘディングポストだ、左足、今度はディフェンスのクリア、いや原のクリアでしょうか今。あーゴールの中でヘディングクリアは原和樹でした。見てみましょう今のシーンです。これ高かったですね、最後は原和樹でした。非常に必要となる今回のゲームです。さあそしてパウニーが持って中に入っていって、さあ面白いボールだ、シュートを打っていく、キーパー大戦。いや今のいいシュートでしたよね。もうですね、まあコントロールせずにそのままダイレクトで左足で巻いてきましたけど、中にボールを入れてきて、おっとこれシュートして、あっとよキーパークリアした清水。いやいや、これは反応したのが那須川ですか。釣られたところ、うまく2列目から入ってきましたけどね、はい、やっとしたボールを白いピッチへターンしてシュートまで持っていくか。あっとだ、シュートボール、キーパー大セーブ、しかしまだある。いやー、よく防いだ清水。いやいや、これも一瞬の隙でした。